ああ雪。見てるだけで涼しくなりますね。じゃあ東京五輪の冷房は風鈴の音でいいよな。熱中症で死んじゃうからやめて。というか、感覚つかみづらいコース。おい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 。あの車形変だからな。後ろは見えないんじゃなかろうか。絶対運転手のせいだ。結局乗り手なんだよな。ドラレコの外車の事故まとめ。公式ペットのコロちゃんと、カーボン調がお届けするにゃん。高級外車やめてトヨタ買えば、浮いた金でにゃんこ買えるぞ。ちょっと新型カローラ契約してくる。局所的にベンツに勝るトヨタ製だもんな。ちょうど正面にベンツいますね。なんかふらついてね。まあ、あれなら新型カローラの半額くらいで買えるんじゃないですかね。早速バイクを潰しかけてるぞ。まあ、古いのは四角のアシスト機能とかついてないですし、あ、そうだ。C クラスならだし渋るかもですね。人命よりブランド金儲け戻ってくるんかい。右から抜かしてから降りようと思ったんですが、そんな余裕ありませんでした。安全に頼む。こっちのが早い。ふざけんなこれから警察裁判。どれだけのものを失うと？だってこっちのが早かったし。それが事故を生むんだよ。はいはい安全運転で前失礼し。だから危ねえっつってんだよ。まあまあ、こっちはいいクラスですよ。ボケる場面かい。ほらほら、怒らせちゃったじゃないか。まあまあ煽り運転。お前が撒いた種だがな。というかあんた、何危険運転してんの？歩道から歩行者飛び出してきたらどうするつもり？おい、割り込みなんかさせないからな。免許返納って知ってる？お前みたいなボケカスがいるから、この世から事故がなくならないんだ。そんなんだからベンツすら買えないんだろ。かわいそう。うざ。俺は仕事忙しいから先を急ぐぜ。お前高級車じゃなくて貧乏人っぽいからお話ししてあげない。高級会社なら多少の横暴運転は許される。底辺貧乏人は一生社会の歯車になってろ。あいつ、逆走して土満載のダンプに潰されて死んじまったぜ。死体が観測できないレベルだったが、なんつうか、生きたように死んだな。何も殺すことないじゃないですか。最近変な輩が多いからな。うざいドキュンが死ぬオチはカーボン調の鉄板ネタ。さて、背景画像はまた視聴者さんからの提供です。86。見るからにいじられてますね。速そう。エンジンがあれだからなんともな。もともと速さ勝負の車じゃないし、運転したら楽しそうですよね。私も免許取ったら買いたいかも。といったところで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。次のカーボン調でお会いしましょう。